または、カザルマ橋は、ギリシャは、ペロポネソス半島のティリンスからエピダウロスへ向かう、道の近くにある、ミケーネ時代の橋。エーゲ文明の時期に作られたもので、実際に使用されている最古の橋の一つ。この、持ち送りアーチの橋は、ミケーネ時代に、軍用道路ネットワークの一部として機能していた。幅約1メートルの橋を持ち、典型的なミケネ式のサイクロピアン構造で、 作られている。長さは22メートル、基礎の幅は5.6メートル、高さが4メートルとなっている。上部の路面幅は2.5メートル。成功に作られた橋と続く道路は、チャリオットの往来を想定して作られたものであることを示している。後期ギリシア製銅期時代後期に作られたものと推定される。この橋は、現在も地元住民に使用されている。 アルカディコ橋とは別のミケーネ時代の橋アルカディコ橋は付近に4つあるミケーネ時代の持ち送りアーチの橋の中の一つである。これらすべては2つの都市を結ぶ青銅器時代の幹線道路の一部に組み込まれている。ペトロゲフィリ橋はアルカディコ橋の西1キロの地点で同じ川を横切っている。おおむね似た大きさと構造を持っているが全長はアルカディコ橋よりも長く、 アーチは高い。同様に現在も地元住民に使用されている。保存状態のいい五つ目のミケーネ時代の橋は、リコトローピの開けた場所にある。この場所もかつては、アルカディコ橋とはまた別のミケーネの幹線道路だった。アルカディコ橋とほぼ同じ5.2メートル幅の基礎、路面は2.4メートル幅、そして幅1メートル強の強を持つ。 こちらの園石の作りもやはりチャリオットの往来を意識したものになっている。ウィキメディアコモンズにはアルカディコ橋に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。